友末すえは、日本の政治家。茨城県知事を幹線時代に1期、民選時代に3期にわたって務めた。1900年、広島県世良郡出身。広島県師範学校を卒業後、内務省の雇いとなる。勤務の傍らで、日本大学に通って、高等文官試験に合格し、内務省土木局に入った。 その後、警察局長や東京都防衛局長を経て、1945年間染の茨城県知事となる。戦後、1947年後選の県知事選挙に出馬して当選、引き続き知事となり3期12年を務めた。在任中は、町村合併や東海村への原子力発電所誘致などを進めた。また、北条町立北条中学校の開校式に、 出席した折に、北条町にも、高校を作ったら良いではないか。と、町当局に語り、茨城県立筑波高等学校の開校のきっかけを、作った。4千を目指して、岩上次郎に敗れて退任した後は、大洗町ゴルフ場のミトカンツリークラブ社長に、就任している。1988年10月23日、脳決戦のため88歳で逝去 なお、前日には妻、政子が、同じ病院で、脳難化症のため亡くなっている。翌月に、受産味が追贈された。1934年頃、大阪府警察部刑事課長時代に、同警察部長、富田賢治の紹介で、合気道創始者、上柴森平に入門し熱心に学んだ。1940年、公部会の財団法人認可に、 厚生省体力局体育課長として尽力する。合気道二代目同士、上芝騎士小丸は友末を合気道の恩人の一人として記憶すべきと述べている。ありがとうございます。